morning, folks. This is Gabe and Isle, Yokohama City, Japan. Welcome to Daily Conversations again to you. October the 20th, 2023, Friday, midnight, 0:50 a.m.23 24 degrees Celsius。 今日は皆さん、これほら痛い、軽く痛いだけでさ、これができんだ。これ以上はいかないんだ。ね、どっかの外国の方がやってるでしょ、いただきますって。こういう風になんないんだよ。こういう風には、これで直角にはできない。わざとやってんじゃない。でこれができるようになったよ。7月の3日かな、ビールやめて。ほんとね、で良くなった理由は他に考えられるの、これっきゃないですよ。ポッカレモン、OK、アカシアだけの蜂蜜、こっちが1キロで、1340円かな、うん、でこっちが、450ミリかな、で、380円ぐらいかな。もう買いに行かなきゃね、これだけいけないからね。じゃあその OK アカシア蜂蜜ポッカレモンスを作りますね。これはなかなかね、作るのに秘伝がありますね。秘伝、うん、やらせてもらうね。よく見ないと、うかっと見ちゃうとダメですよね。まずは蜂蜜作ります。蜂蜜をね、まあこんぐらいでしょうかね。ね、こんぐらい、こんぐらい入れます。ね、本当はペロペロって舐めちゃうんですけど、ね、お行儀悪いでしょ。だからこう、本当はね、ペロペロって舐めちゃいます。本当は。ね、黙ってりゃ分かんないでしょ。画面の外で何やってるか分かんないんだから。ね、あなたもそうでしょ。あなた貧困法制なんだね、うん、表も裏もね、右も左も前も。次はポッカレモンをね、こんぐらい入れます。で次はこれ水道水ですね。OK で買った2リットル68円かな、OK のね、なんていうの、富士山の美味しい天然水ね。中身は水道水です。いちいち汲みに行くのね、精魂傾けないといかれないでしょ。これだとね、とっても濃いです、味が、あの量だと。でも蜂蜜は底の方に溜まってるから、これでかき混ぜなければ上澄みだけで一回楽しめます。でまた足すわけですよね。いただきます、ね、美味しいんだこれが、すごく。で、一回薄いのを楽しんだでしょ。そしたらまたお水を入れて、で、こうかき混ぜんと、ほら、タラーっていうさ、蜂蜜がこう、まだあるわけよ、こう、下の方に。まあ比重なんだろうね、
このなんていうのこうドロリーってした感じがさ、もう一回ぐらいできるね、うん、じゃあ今日はこれでおしまいとどこが秘伝なんだっていう、これ終わったらね、あの人間がちっちゃい感じするんですよ。今日はあの私の中野幹事の YouTube、 2020年の6月に登録したんです。で、動画の発表したのは同じ年の2020年の10月26日ね、手で手張り巻いてるやつ、ここがもうげっそりもう痩せてるさね。で、今日現在のね、メモりましたよ。ちょっとこれ天気が暗いね。動画アップした動画が2919本、すごいでしょ、大したことないブロさん。で、登録者が164名様ね。で、きっかけはね、あ、そんで視聴回数がどこだっけ、視聴回数どこがいた、あ、書いてあります上から3行目に書いてあるのにこの3行目が分かんないね。こうやって書いてあるんですよ、こんなの俺が分かんない。で、視聴回数は 91,233 回、ありがとうございます。で、きっかけは去年のね8月9月に、もちろんね最初の方からあのお買い物行ったのも撮ってるんですよ、そんなのね数回、うん。で、去年の8月9月に踏切を撮ったんですよ、他の日も撮ってんですよ OK 買い物行けば豊後線沿い歩いて行って写真撮って、うん、そういう感じですからね。踏切を撮りたくて撮るわけじゃない、電車を撮りたくて撮るわけじゃない、なんか動いたのが来たから動画をさ撮るには動いたもんがいいでしょね。こうなんちゅうの、地べたに置いてある石をさ三脚据えて撮ったらそれ静止画ですかになっちゃうよ、早く言えよ、うん。きっかけは去年の9月8月、そのね、で、今2900ね、2914本19本か動画アップしてるんですけど、その2つ、今日ねもう一つ1万超えたんですよ。一つはね、もうだいぶ前に1万超えて、今1万4000。もう一つは、今日。あの、今日のね、今日は、あ、もう日付変わっちゃったかね。うん。ちょっと前に見た時は、まだ、9996とかだったよ。うん。あなた。それでね、その、動画さ、アップするでしょ？そうすると、その日に、まあその動画アップした2、3日の間、まあ10日、1週間ぐらいの間に、例えば10回見てくれたとするでしょ、くださったとするでしょ。そのと、大概ね、その10回でおしまい。そんな去年のね、こう、毎日毎日ね、100回とか、50回とか100回とか毎日毎日見てくれるってことありえないのがそこの踏切なわけ。踏切が、あの踏切のね竿がこうやって閉まって電車が通過して、で踏切が開いて遮断機が開いてね、はいご苦労さんですそれだけね、それだけ。あなた
1万4千回だよ。ねえ。私のね、動画、よた話してるなんでしょ？在日朝鮮人の皆さんとか。ねえ。あんなのね、ゼロとかね、最近ゼロはなくなったね。うん、最近ゼロはなくなったけど、多くて20回ぐらいかね。で、そのじゃあ在日朝鮮人のね、20回見てくれたのが、どんどん日が過ぎていって、日が過ぎていっても、毎日毎日それを一人二人が見るじゃないの。ね、今日発表して2、3日で20回見てくれて、もうそれずーっと20回でおしまい。うん。2種類。もう、その発表して2、3日の、累計のまんまで終わっちゃうのと、なんか知んないけど、毎日恒常的に増えていくっていう。うん、よくわかんない。うん。ほんとよくわかんない。どういいんだろうね。だからその、なんかその、なんちゅうの？動画のタイトルとか、説明文とかが引っかかるのかね。だって、この1万4000なんかさ、1万4000のはね、00589-2020910 10時8分 AM。これだけだよ。これだけで1万4000。ね。が、プリリンとかさ、そんな書いてないんだよ。書いてない。そんで、去年の9月がさ、589だよ。ね。1年と9月でしょ？ 13 ヶ月でさ、589が、2919。ねえ、あなた。で、ね、今日、今しがたね、1万回になったのはね、00506。ね、さらに、2022、0822。チュースで、13時34分。これだけだよ。説明文何だもん。撮影した番号と、日付と、さっきね、今しがたね、ピュッと出て何かなと思って、インスタグラムのあなたの動画が、再生されました。なんかね、インスタグラムでね、初期の頃にやったのはね、外国の方の曲を使っ、その動画にくっつけてさ、インスタグラムの中にあるんだよね。それをくっつけたんだけど、なんかその会社の方から、ダメが出て、削除されましたっていうのはね、20個ぐらいあったよ、もう2年ぐらい前に始めた、当初に撮ったやつね。珍しい、初めてだね。1個、たった1個だけど、回復、ね、その理由は書いてない。理由は書いてない。ありがたいだろう、喜んだけど、みたいなね。そんなこと書いてないけどね。どういいんだろうね、と思うよ。だからさ、毎回さ、林修郎先生の名前出して申し訳ないなと思うんですけど、毎日ね、まあ、20個までが、なんちゅうの、上限なんだよね。俺もね、一日何個までできるかね、やったわけじゃないんだけど、あれ？アップしたのに表示されないよって、数えてみたら21個目だったの。1日の24時間の中に21個目はね、
データアップして公開にしてそこまで OK なんだけど、その自分のホームページ見ると OK になってんだけどそれは表示されてないの、うん、やっぱ20個までは暗黙のっていうか、私の場合は21個目はね、アップできて公開できたんだけど表示されなかった、うん、ね、で林浩先生はさ、まあ体調のこともあるだろうしね、いろんなお出かけとかもあるだろうから、それでも多い時で20ね。ほんでさ、私の場合はさ、そんな踏切がさ、キンコンカンキンキンコンカンだからさ、1分か2分じゃん、編集なんかなしで流してんだからさ、撮りました流しましたで14,000回、うん、ほんで不思議なのがね、横画面でね、 iPad で横画面、 iPhone で横画面で撮ったのはその回数がいくわけ、踏切ね。で iPhone で縦画面で撮ったのは全然ダメ、同じ踏切映してんだよ、あれよくわかんない、うん。インスタグラムのショートってなんじゃない、15秒までだっけ、1分までだっけ、よくわかんないけど1分弱か、あるブース1分弱ね、うん。とにかくきっかけはね、去年の8月にそのまずさ踏切ね、ちょっと遠目からさ映したさ、そうね、踏切までの距離がさ、30メートルぐらいかね、うん、円形で撮ってさ、それだけなのよ、踏切が、あの遮断機が降りて電車が走ってって遮断機が回って、そんだけ、そんだけだよ、うん。わかんないね、うん、なんかのきっかけで当たるのかね、それか あとはアップロードした時間もあるのかね、なんか8時も午後8時頃がいいんでしょ、17分44秒うん、まあ、今回はありがたいといえばありがたいんだけど、私の場合はこのヨタ話の方がメインだからね、うん、で今しがた1時間ぐらい前にあげたのなんかね、ゼロ踏切移すと5回とか10回見てくれるわけで、たまに100回とか200回見てくれて、たまに1000回ぐらいになった、1万を超えたのが今昨日のほんのちょっと前で、10分か20分か30分ぐらい、ほんの数分前だ、よく覚えてないけど、ちょっと前だよ。これを書くのに確認した時に、あ、1万超えたっていう感じで、1万超えてんのが2つ。バッテリーがねえってかよ。閉じる。うん。早く終わりにしろよ。わかりました。ね。1万超えたのが2個。そんで、あとは、何千、1000、700、500、400、300、200みたいな感じでさ、うん、本当に悲しいぐらいね、ヨタ話は誰も聞いてくださらない、うん、ヨタ話は誰も聞いてくださらないね、うん、で19分17秒ってことで、 Thank you for you're watching, come back again next Sunday I'm good, it's come I couldn't wait for all it's good for youいずこの地もそれぞれに、October the 20th, 2023, Friday, past midnight, 1:09 AM, 24 degrees of Celsius. ね。じゃあそういうことで、ね。ギターもちょっとやらないと気が済まない。ギター動画も見てくださいよ。でもね、なん
だっけ、ギター女子の皆さんにっていうのは、あ、そう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 、あのね、火曜日、今日何曜日だっけ、もう金曜日か、おとといだかね、確認したらね、あの長野幹事さん、うん、長野幹事かっこ、うん、見ろよ、いあのアナリスティック見ろよってので見たのね。ほんで今まではさ、どこの国から見てるっていうと、まず日本があってインドネシアがあってインドだったのね。それはね、今週、先週の分、今週の火曜日の分を水曜、木曜ぐらい見たんだけどね水曜かな、うん、そしたらね、日本、インドネシアいいんだけどね、次に韓国、韓国人が見てんだよ。多分大朝鮮人のことに興味持って見てくれてんのかね。韓国から見てくれてくださってんの。次はね、韓国人の方、大韓民国の方にね、ちょっと申し上げたいことがある。多分ね、大韓民国の人はね、長くなっちゃうからね、一旦切りましょうかね。一旦切りましょう。しゃあなら、しゃあなら、しゃあなら。